人を集めてこいよ。アミア、いい、人を頼む。なんかあったんすか。おお、1年か。男子手伝ってくれ。実習用の鶏が逃げちゃってよ。はい、やります。でも実習が。よし、ちゃっちゃと捕まえるべ。先生には伝えておくわ。足手まといにならないようにしなさいよ。おい、タマコ、てめえ。いや、助かった。ありがとな、一年坊。お礼しなきゃな。んスモークチキン、できたら食わせてやるよ。うん、寄せ、何号室、名前は。すげえ、まるで卵工場だ。パチケンとトキワは卵を集めてくれ。はい。手際いいな。うち鶏農家だもん。しかし経営者ってすごいシステマチックなんだな。餌食わされて卵を産まされるだけのスペースって。でもこういう効率優先で鶏に優しくない経営者は欧米とかだと非難されんだぜ。ここまで効率的だと逆に感心するけど。あのさ、あ、鶏の卵ってどっから生まれるの。どこって、肛門だろ。うんこと一緒。正しくは総排泄口といって、卵管の出口と直接腸がつながって。汚くないのかこれ。だからこうして全部丁寧に洗って磨いてんだろ。卵一個一個に生産者の気持ちがこもってうんまいぞ。でもうんこと一緒じゃない。どうした、冷めるぞ。これやるよ、さっきのお返し。ほんと、やったこの…おいしそう。ちょっと待て、ちょっと待て。うわあ、ちょっと待て、それは肛門から、肛門から。はあ、やっぱり新鮮だから美味しいわね。卵はどうでもいい。